はいさーい、今回は伊計島にある AJ リゾートアイランド伊計島に来ています。なんか早速なんですが、ここでなんか動物と触れ合えるようなコーナーがありますね。ロバさん、ロバかな。今日の沖縄暑いんでね、久々にあったかくなった沖縄、ヤギもバキてますね。あ、ここにも一匹いたりするけれど、ちょっと夏バテではないんですけど、みんなバテてますね。あ、ヤギ、黒ヤギちゃん餌食べるのに夢中になってるね。ポニーなのかな、何なの、ロバなのか、なんか馬系がいますね。そしてこちらワンちゃん、ちょっと吠えられてるんで。でもね、あの、なんだろう、あのゴーカートみたいなね、乗り物があったりね、ちょっとしたアスレチックとかブーランコとか、なんかハートのね、なんだろうね、ちょっとしたインスタ映えとかしそうなねポイントがあったりしますね。いちごのベンチになってるんですね。可愛らしい、ヘタもちゃんと緑で、すげえな。このいちご、前来た時はなかったんですけど、面白いね。なるほど、中は、水、中からねハート見ると面白いですね。これは映えますね、確かに。でですね、今日も最近ね一緒にね行動している友達のひでくんも実は今回も一緒なんです。では、プール側とか通ってビーチ、海まで行ってみたいと思います。ひでくん行くよ。これって何、ロバ、何、ポニー、ポニーですか。まあなんか馬、お馬ちゃんだよね。こちら AJ リゾートアイランドのね伊計島っていうホテルです。もう11月なんでね、さすがにプールはねもう水抜いてるみたいなんですが、それでもね綺麗な景色とかが見れるんで、お散歩しつつねあっちこっち撮影していきたいと思います。やっぱ沖縄といえばシーサーなんでね、口が閉じてるメスのシーサーと、ね、口開いたオスのシーサーがいますね。あ、沖の海結構荒れてますね今日。あ、水張ってるわ、プールのもう抜いてあるのかなと思ったら、今日ね沖縄がね26度ぐらいから久々に暑くなるっていうことで30度超えてたんですよ。なので今日とかもし入ったら最高ですよね。アダン、アダンじゃないや、タコの実も実ってて可愛いです。ここの景色も綺麗じゃん。綺麗ですね。なんか南国地区で、空もねちょうど僕たちがいる地域だけね、なぜか運よく晴れてくれてね、今日朝とか雨だったんだけど、なんかインスタ映えしそうなカメラで映さないでいい、映そうか。カメとかヤンマルクイナ、あ、本当だ、ヤンマルクイナもいるね。
仮面もおしゃれだ、ハイビスカスで。ザトウクジラが虹になってたよね。まあ観光客はここで写真撮りたいですよね。え、最近台風20号かなんか21号か分かんないけど、いたのはもう消滅して熱帯に戻っちゃった感じ。まだある？まだありますね。今先島の沖にまだ。あ、じゃあその時の影響なのか、沖が結構ね今日、まあ、風があってね、風切る音が入ってるとは思うんですが、結構荒れてますね海。敷地ここ広いんですが、どこ取れる？あ、磯ヒヨドリですね。スーサースーシー、逃げちゃった。スーサーとかスーシーとかね呼ばれているヒヨドリですね。こっち行き止まりだ。先ほどまでね結構あの太陽が高い位置にあったりしたんで鮮やかなね雰囲気だったけど、ちょっと今もう日が傾いてきてるんで若干あの夕焼けみたいな黄色い画面になっちゃってるかもしれないですね。コテージっていうんですか、こういうのいいですよね。普通のねホテルもいいんですが、やっぱこうやってね一個一個あるコテージ形式のとこに泊まりたいですよね。バーベキューとかやったら最高そうじゃない、海も近いし。そうですよね、ここだとこんなに眺めがいいからね、本当にね。そうですね、なんかもったいないよねこれ。ほんと、いっぱい建ててこの辺に住みたいぐらいだ。広くて開放的ですよね。あの緑のところにお家建てて、あのちっちゃい中で住みたいぐらい。いや、マジで本当に。いや、だって景色最高じゃん。最高です。台風とか来たら直撃だね。風風やばいね。でもそれ以外は本当に朝起きてオーシャンビュー、眠る時もオーシャンビュー、後ろも砂浜とかで眠りたいぐらいだ。風が心地いいですよね。そうだね。今、まあ、今って11月なんで沖縄以外だとこんな暑かったりしないと思うんですけれど、今日本当に30度でね、今もう結構汗かいちゃってるんですよ。今日日焼けもしてるんで、もう夏にふかふかでモフモフしてますね。芝生もいいね、はい、このねアザミがちょっとチクチクしてる葉っぱが映らないか。アザミが結構いっぱい海岸付近に生えてるんで、トゲなのよ全部、危ないよ本当に。気をつけないとすぐチクミ化して。あ、もうちょっとね本当はだったらあの穏やかな海を想像してたんですが、若干荒々しい冬の海の雰囲気があるのかな今日は。透明度は高いですね。青くていいよね、見てこの沖縄ブルーっていうの、こういうの、やべ綺麗だわ。マジ最高だね。青のグラデーションが最高。もうちょっとね先行くと砂浜があったりしてビーチになってるぐらい。そこまで確かに言われてみる通り、他の場所は雲だらけだけど僕たちがいる上だけ晴れてて、なんか僕は雨降っても降ってるんじゃない、あれなんか白くなってるし。雨降ってますね。降ってるね。あそこはどこになるの？金とかやっぱ。金とかか。ちょっとね、なんか白もやがかかってて、
なんかダイナミックだね、見てこの波やばくない？いや本当にこれね、まあ、映像にもまあ伝わると思うんですが、やっぱね実際の沖縄に来てね、11月なのにこの30度の暑さ、それとねこの潮の風香りと、ちょっとね風で波風でね潮が飛んでくる感じもね味わってほしいですよね。まあ綺麗な色だ本当に。泊まりたいね夏にね。そうですね、バーベキューしたいわ、あのコテージで。バーベキューして騒ぎたいですね。そうだね、普段あんまり飲まないお酒も無理して飲んで暴れたい。楽しいだろうなこれ。今年の夏はねコロナとかの影響でね、まあ仕方なかったけど、来年もし一緒にこれ飲んでたら本当に泊まりたいね。で夜は懐中電灯を持ってね、ヤシガニ探しとかね、この辺も多分いると思うんだよね。池江島で何匹か見つけたんで。こんなにいるんですか？いるところにはいたりするんで、絶滅危惧種だからね、むやみやたらに取ったり触ったりはしたらやっぱりダメだと思うんだけど、探しに行ってね撮影とかするぐらいなら問題ないと思ってるんで。見たことないですね。いるんですね。あ、いる。僕も今年夏結構探して何匹か、でもカメラに収めることができたんだけど、やっぱいるところにいるんです。だって見て、この自然、こんなに木が生い茂ってたらさ、いるでしょそりゃ。まあそうですね、いそうはいそうですけど見たことないんですまあそうね、自分に引き抜いてるのにやっぱそんなにいないもんだと思ってしまいますよね。なんて言えばいいのかな、普段浦添とかさ那覇で生活してて、普通に行動してたらまあまず見ないんだけど、夜とかね海辺をね探しに行くとやっぱりいたりするもんなんで、いるところにはいますね。はっつ、この太陽やば、夏のじりじり太陽だ本当に。大波だなそれにしては、潮の流れがね、今日風呂ぐちゃぐちゃだよ。いしょ、夏アダンの実もなっててね、なんかこっからの景色最高だな。水平線とかね、朝は曇ってたから空の青とね海の青のシーポライズンっていうんですか、水平線は見えなかったんだけど、昼からね晴れてくれたんでね、よかったね。今日本当に晴れると思わなかったもんね。本当にここの島だけ晴れてますね。ちょうど俺なんか来て瞬間に晴れたね。そうですね、さっきも雨降ってた本当にねすごい。はい、ここがね、ビーチになってるんですよ。まあビーチといってもね、管理されてるビーチではなく、もう自然そのまんまなビーチなんで、まあ事故とかであったら自己責任とかそんな感じになると思うんですが、誰かおじさん一人砂浜で寝そべって海に入ったような感じですね。波しぶきやばいな。で実際トイレとかねシャワー室とかもあったりするんで、便利なところではありますよね。じゃあせっかくなんで砂浜降りてね、波打ち際池江島のね綺麗な海を映したいと思います。あ
いいですね。やっぱ波が今日はちょっと激しいですね。周りはねこうやって岩とか湾になってるんでね、プライベートビーチのような感じでいいですね。あ、濡れちゃった。最高ですね。ちょっと太陽のね光で逆光気味で眩しいな。足跡のついていない砂浜ってなんだかいいですよね。波が荒々しいんだけど、もうこの辺は全部岩にね囲まれててね、すごいなやっぱり、ね、岩から斜めに突き出した。おお、濡れた。こてつもねいい感じにね生えてるし、波が激しいな。すごいね、綺麗だやっぱり。ちなみに海水温はそんなに冷たくないですね。だから今日みたいな暑い時は逆に気持ちいいぐらいかな。はい、というわけで今回はねうるま市にあるね池江島、池江島の、ま、奥に立っている AJ リゾートアイランド池江島ホテルの中のね敷地を通って自然なビーチまで来ていました。ではまたね、バイバイ。